大潟村に来ています。今年全国で初めて県内の全市町村が参加することになったスポーツイベントチャレンジデーについてお話を伺います。秋田県体育協会の田中忠夫さんです。よろしくお願いします。チャレンジデーってどんなイベントなんですか？チャレンジデーは毎年5月の最終水曜日に世界中で行われる住民参加型のスポーツイベントです。今年は5月27日に開催されます、はい、人口規模がほぼ同じ自治体同士、例えば大潟村は熊本県山井村との対戦となり、15分以上続けて運動した住民の参加率を競い合います。そういうやり方で県内全部の25市町村が参加するんですか？そうなんです。秋田県体育協会では、はい、平成7年に旧琴岡町が初めて参加してから、運動やスポーツによる健康づくりとスポーツ立憲秋田を目指して障害スポーツの推進ということでチャレンジの普及を進めてきました。徐々に参加自治体が増え、今年は全国で初めて県内全市町村が参加するんです。誰でも参加できるんですか？はい、犬カールなどのニュースポーツやグランドゴルフ、ウォーキング、体操など各自治体ごとの様々なプログラムを企画しています。今年初参加の大潟村での毎日やっているラゾ体操もプログラムの一つなんです。今日も皆さん集まっていますので、はい、一緒に参加しましょう。はい、ラゾ体操頑張ります。皆さん今日は仲間に入れてください。よろしくお願いします。はい、ラジオ体操いかがでした？はい、久しぶりのラジオ体操だったんですが、はい、もう固まった体がほぐれて本当に気持ちよかったです。では最後に田中さんの今後のビジョンを聞かせてください。チャレンジデーにまずは参加して楽しんでいただきたいと思います、はい、そしてこのチャレンジデーが1回で終わることなく、うん、そして日常の生活の中でもスポーツを楽しんでいただきたいと思いますね。そうですね、今日はありがとうございました。皆さんチャレンジデー参加しましょうね。大潟村去年県内では山菜採りやキノコ採りでの遭難事故が43件発生し、10人の方が亡くなっています。山に入る際は十分な準備と注意をお願いします。慣れている場所でも油断せず、安全で無理のない行動を心がけましょう。秋田農商工応援ファンドの対象事業を募集しています。農林漁業者と中小企業者が連携して行う商品開発や専門家による指導や助言などが対象です。第1回の募集は6月10日までです。詳しくは秋田企業活性化センターにご相談ください。私の秋田ビジョン、仕事と山登りを頑張ります。秋田のゆっこ100点。